はい、どうもゆっきーです。今日はですね、リスナーさんからの、コメントで、雑談のね、雑談する動画をね、撮ってもいいんじゃないのっていう、コメントがありましたので、ちょっとね、雑談と、ちょっと酒を飲んだんですけど、まあ、動画のね、焼酎ハイボールの、濃い味の、柚子を飲んで、あれ、アルコール度数 9% なんで、最近ね、もうすごい酒飲んでなくて、非常に、酒に弱くなっている。ので、ちょっとね、雑談を、本来ならばここで酒を飲みながら雑談するとこなんですけど。まあちょっと、いろいろとね、面白いね、話題が、わりかし最近起きてますね。ニュースをね、最近起こっているニュース、など、俺がちょっと、感銘を受けた、ちょっと言いたいことがある的なね、そんな雑談動画でございます。酒は飲みませんので、足からです。タバコを吸いながら、話していきたいと思います。まずは、俺がよく、毎日のように、見ている、ブログ、俺的ゲーム速報アットジンっていう、いわゆるなんていうんですか、ニュースブログ的なゲームおよびなんか、ニュースの、今起きていること的なね、まあ、バズっていることとか書いてある、まあ、有名な、サイトがあるんですけど、まあ、そこをね、そこからちょっと、まあ、ほとんどの情報はそこから得てるんで、まあ、それを見ながら、行きたいと思います。まず、世界一の YouTuber、ペウディエピエ氏の、チャンネル登録者数がなんと、8318万人いるという、まず驚き。まあ、一番、世界で最も人気の YouTuber が、チャンネル登録者数がなんと8318万人と。これはですね、ドイツの、総人口を超える、数らしいです。で、ちょっとググってみたんですが、この方のですね、年収が、約17億円ぐらいらしいです。日本だと、ヒカキンさんとか、なんだ、はじめしゃちょーさんとかいますね。けど、まあ、まあ、それよか、明らかにね、もうすごい稼いでいるという YouTuber がいらっしゃるんで、これにちょっと驚き。まあだから、あれだよね。年収が17億円ぐらいつってたから、まあ、1ヶ月あたりで1億円以上稼いでるということですね。まあ、半端ない人がいるなぁと、まあ、感心しました。で、最近、YouTube でね、まあ、俺もいろいろ動画見るんですけれど、やっぱりね、チャンネル登録者数がね、多い、100万人とか、以上の人はですね、すごい面白いんですよ。俺がよく最近見てるのが、
水たまりボンドさんの、チャンネルの動画だったりとか、あとはオルタナチャンネルっていうさんですね。あの人たちの動画はね、俺みたいなクソみたいなチャンネル数の人間からするとね、明らかに違うことがまず一つあります。俺とね、明らかに違うのがですね、そのチャンネル登録者数が多い人っていうのは、ほぼ 100% 笑顔なんです。すごい笑うんですね。笑顔で。で、俺の場合でいくとですね、笑顔がすごい苦手なんですね。基本的にお笑いの、まあ番組とか見ても全然笑わないんですよ。まああんまり他人と比較するのは良くないっていう話はありますけど、でもやっぱね、明らかにね、俺全然笑わないんだ。普段。で、その方たちのですね、チャンネルの動画はですね、もう笑いっぱなしみたいなぐらいのレベルで、非常に笑顔が絶えない。やっぱそういう人ってのはね、動画見てるとね、楽しいんですよ。例えば俺が嫌なことがあって、あったとして、ちょっと気分が落ち込んでる時に見たりすると、うわぁ、なんかすげぇバカらしいことやってるわぁっていうのはわかるんですけど、なんか元気をもらうんですね。やっぱ違うなと。ものすごいバカバカしい企画だったりするんですけど、やっぱすごい楽しんでるんですよね。人生を。俺だとほぼほぼ笑わないからな。マジでここのところ、本当に逆、すげえ笑った、こと多分1年にね、1回ぐらいしかね、マジで笑わないっす。1年どころじゃない。腹からもう、腹がよじれるほど笑うことってまあないんですよ。5年に1遍ぐらいしかないんじゃないか。まあやっぱりね、そういう方たちはね、そういう方たちの動画を見ると、本当に面白い、ね。元気をもらえるんですよね。やっぱり違うなと。まあ他にも当然いろいろあるんですけどね。まあ編集が上手かったりだとか、まあ、ね、まあいろいろあると思うんですけど、やっぱりね、人間っていうのはね、笑顔の人間を見るとね、やっぱね、元気もらえるんですよ。まあ、それが一つ。まあ、この話は、まあ、それで終わりとして。まあ、あれですね。他にもちょっと見ていきましょう。あと個人的にすごい面白いなと思ったのは、これですね。宝くじ必勝法で総額28億円を稼いだ猛者がおる。いう話題です。はい。こちらはですね。アメリカのミシガン州に住むセルビー夫妻は、単純な、算数の知識を用いて宝くじの配当を当てる、仕組みを確立。この6年間で、約28億円を当てている、こういう人はね、やっぱね、すごいなと。頭いいですよ、やっぱり。そういう人たちね、もう頭がいいんだ。違いない。まあ、日本の宝くじではないんですけれども、
日本の宝くじっていうのは基本的に確実に胴元がね、儲かる仕組みになってるんですが、この宝くじの期待値を計算したところ、約12万円分買えば、21万円返ってくることが分かったって言っております。つまり約12万円で21万円返ってくるってことは、まあ、プラス9万円と。なって言うてばですね。まあ、俺基本的に宝くじとか、まあ、ギャンブルとか、パチンコとかやんないんで、わかんないんですけど、まあ、とりあえず頭がいいっていうのはわかりますね。それでふと思ったのが、昔、まあ、YouTube の動画であるんですけども、アンビリバボーという、ね、番組がありまして、そちらにですね、まあ、番組で流れた、まあ、YouTube の動画があるんですけど、それに非常に似ている。ちなみに動画のタイトルはですね、史上最強の、強運男。というタイトルで YouTube に動画が上がっております。これは本当に見ていただきたい。アンビリバボーとか昔よく見てたんですけど、本当面白いですね。これはですね、この史上最強の強運男というのが、どういうことかと言いますと、昔アメリカの視聴者参加型のクイズ番組、プレスユアラックという番組がありまして、それに、挑戦者が現れてですね、最終的に非常に大金を稼いだ、約4200万円、稼いだということが書いてあります。本当ですね、これはネタバレになるんで、まあ、あんまり言わないでおきたいんですけれども。まあ、これがですね、まあ、このまあ、クイズ番組。まあ、いわゆる日本で言ったら、クイズミリオネア的な、ね、まあ、感じなんでしょう。このクイズを、正解したら、なんかスピンと言って、商品のね、ゲットの、ルーレットを回す権利が、まあ、得られるということなんですが、ここに一つ問題がありまして、賞金ゲットと同時にですね、まあ、ワミーと呼ばれる、まあ、マスにランダムでパパパパパパパってこうランダムでルーレットが回るんですけど、それで自分でこうパッて押して、そこに止まった、まあ、例えばプラス、ね、400ドルとか、っていうのが、まあ、賞金になるわけです。でも、ワーミーと呼ばれる、まあ、マスに止めてしまうとですね、まあ、その全額が没収されるという。そういった、まあ、形式のね、もので、このワミーが出現する確率が6分の1とらしいんですけれども、この6分の1をですね、なんと43回連続で、当てなかったんですね、逆に。6分の1をずっと43回連続でやって、引かなかったと。それで結局、4200万円もの大金を、手にしたと。で、ワミーが出る確率はですね、約 16.7%。8分の1で、じゃあ6分の1で 16.7% なんですけど、逆に考えて、ワミーが出ない確率が約 83.3%。
この43回連続で 83.3% を引き続けたので、あの4200万円もの大金が手に入ったという、あの、非常に運が良かった。そこまでは運が良かったなっていう、超運がいいわっていう、まあそれで終わればいいんですけれど。まあ実はというね。実は、このクイズに出た、まあ、この方がですね、とんでもなく、あの、頭が良かったということなんですね。うん、だからね、まあ、これ以上はちょっと言わないんですけど、まあ、下のね、概要欄の方に、まあ、URL をちょっと貼らせていただきます。まあ、気になる方はね、そちらの方、見ていただければと思います。で、先ほど、言った宝くじの必勝法もですね、やっぱね、頭が良くないとできないんですよ、こういうのって。ね。だから、単純にやっぱすげえよなと思いますね。だから、頭がいい人っていうのはやっぱりね、それだけその、なんていうかな、稼ぐそのポイントがそのあれなんですね、わかるんですよね、結局ね。あ、これは稼げる的な、うん、何かシステム上のそのまあなんて言いますか、なんかシステムの裏を書いてね、それで稼ぐっていう、まあ、それに非常にあのすげえなと単純に思います、ね。でですね、ギャンブル、まあ、最近で言うと、あの、日本が、カジノの法案がなんか成立したとか何とか言うてまして、で、結局カジノがね、まあ、2000何十年に、カジノができるという法案が、可決されましたけど、あれもね、あの、実は必勝法があるんです。必勝法があるんです。これは、俺はずっと知らなかったんですけど、あの、カジノとかやってる人、ギャンブルとかやってる人は、わかるらしいですけど、この必勝法というのがですね、俺、あの、ゲームで、知ったことなんですが、あの、スターディーバレーというですね、牧場物語の、まあ、パクリゲームみたいなの。で、あの、初めてその存在を知ったんです。例えばの話、コインをこうペってやって、あの、表が出る確率は2分の1じゃないですか。で、その2分の1。例えば表が出るのに、まあ、100円かけたとするじゃないですか。で、パンってやって、裏が出ました。で、まあ、100円没収されるじゃないですか。で、次にかけるやつを200円にするんです。で、あの、また表出るか出ないかってピッてやって、で、はい、あの、裏が出ました。で、200円没収されるじゃないですか。で、次は400円かけるんです。そういう風に、倍々ゲームでですね、次800円、次1600円、次3200円と、倍々ゲームで、あの、倍々、かけていくんですよ。それをひたすらやるとですね、確実に儲かるっていう、あの、ほとんどの常識らしいんですけど、それ知ったときはすげえなと思ったんだよ、これ、うん、すごいんですよ。だからルーレットで言ったら、まあ、赤と黒ほぼほぼ2分の1なんじゃないですか、ルーレットね、カジノの。あれで売買ゲームでかけていけば確実に儲かるはずなんです。ただし、一つ問題があって、あの、すごいお金を持ってる人じゃないと、それが最終的にかけられなくなるんですよね。うん、つまり、軍資金がいるってことです。
儲けるためには軍資金がいるということなんですよ。つまり逆に考えると、すでに金持ちじゃないと、さらに金持ちになれない、金持ちじゃないと当てられないというか儲からないということですね。つまり、まあそういうことですよ。さっきもね、出ましたけど、12万円かければ21万円返ってくるっていう、そのそもそもの12万円がないね。俺みたいな金の持ってないやつは12万円もないんですよ。だからできないっていう話ね。だから頭いい人っていうのは本当にそういったその稼げるっていうその発想がね、宝くじで稼げるっていうその発想にそもそも行き着かないんですよ。頭いい人じゃない。だからね、本当にすごいよね。そう思いますよ、本当に。じゃあ次の話題。最近問題になっているので、明石市の、市長がパワハラ発言したというのがニュースでわりかし話題になっている。まあ、明石市の、市長が、すごい暴言を、パワハラの暴言を吐いたっつって、ネットとかで、ね、すげえ騒がれてるんですけど、あれが実はただ単に人その変なマスコミのね、人間がその全文言った全文ではなく、ほんのちょっとの、その暴言の部分だけを切り取って、テレビで、告発したっていうか、そういうことなんですよ。で、全文を聞くとですね、非常に、この師匠というのが、ものすごい、まあ、いい方っていうか、だったということです。それで180度ね、ネットの反応が真逆になって、これすげえいい人じゃねえかっていう風なことになってるんですけど、まあ、マスコミっていうのはね、結局ね、結構そういう人間が本当に、だからマスゴミって言われるんですよ。ただ単にそのほんの一部の、ね、話題だけを切り取って、さもこいつが悪いようにこう仕立て上げるみたいなのをね、行うのがまあマスゴミなんですよ。やっぱね、ここは本当に頭がね、おかしい、こいつら。マスゴミのクズで、この問題というのが、まあ概要を話しますと、明石駅の南にある明石駅前交差点の道路拡張工事の遅延の原因になっていた用地を今買収しようとしてたと。だから道路を拡張するために、その土地をね、その拡張する場所の土地を購入しようと、まあ、買収しようとしていたんですが、所有者がですね、立ち退きに応じないと。で、まあ、それで問題になって、まあ、結局その立ち退きに、まあ、全然その、応じないんで、まあ、市長としてもすごい困ってた。で、この所有者との交渉でですね、もう何年も前から、
何年もでも、2017年の6月にこの暴言があったっていう、あの話がね、じゃあなんでお前、今、2019年の1月なんですけど、1年以上、1年半ぐらいか。その暴言を吐いたのが1年半前らしい。で、これなんていうんですかね、この、だから、その所有者の立ち退きしないんで、その立ち退きに、ね、お願いしますっていう、その、市長の、後輩的な人間が、あの、もうずーっと、その立ち退きしない、からもうお前何をやってるんだと、そういうことですよね。俺もあんまりよくわかんないんだけど、だからその交渉に何年かけてんだっていう話なんです。それであの師匠が激怒になったんです、7年間放置してたというらしいです。実質1年半前にこの暴言があったみたいなんですが、事実あのその、立ち退きの問題が発生したのがすでにもう7年前らしい。でその職員っていうのがもう結局のところあのまあ、怠慢と。7年も前から、それ、そのさ、その立ち抜きをさ、ね、するようにっていう、その、あの市長のその、ね、役場のその、なんていうの、後輩的な人間は、この7年間一体何をやってたの？さっさと立ち退きをね、させろと言って、あの、非常に怒ったということなんですよね。うん、で、なんで怒ったかっていうと、そもそも道路を拡張するっていうのは何のためなのかって、市民のためなわけです。そこで、あの、非常にね、死亡事故だったりとか、そういった、まあ、事故とかが非常に多発していると。だから事故が多発してるんで、さっさとその、拡張工事を しなきゃいけないんですよ。その市民のために。誰のためだって言って、別にね、市長の、さ、市長がその、儲けるためとか、まあ、言い方悪いですけど、そんなためじゃなくて、市民の安全のために、その拡張工事をね、させなきゃいけないっていう、話なのにですね、7年間もその、立ち退きが一切、まあ、問題が一切解決していないと。だからお前7年間何をやってたんだって、税金泥棒じゃないかっていう話。結局、公務員ですから、まあ税金の、まあ無駄ですよ、うん。だからこのクソみたいな何もやってない、職務怠慢な、ね、職員をね、この市長がまあ、叱責してるわけですよ。まあ、それが問題になったってことですね。まあ、よく俺もね、あんまり、バカなんで、よく分かってないんですけど、まあ、そこら辺はね、ちょっと、自らちょっと、ググってもらえたらいいと思います。で、この、市長のパワハラ暴言というのがですね、まあ、実際に伝えてなかった、
ほとんど切り取られてニュースになってたんですけど、最近その切り取られてる部分じゃなくて、もう全体を言った全部の、話が、どこだっけ、明石のその新聞でなんか出たみたいですね。神戸新聞、その地元の新聞社がね、一部分しか切り取ってさ、ないんで、なんでそこだけその流すんだと。情報をね、切り取って、そのマスゴミがさ、ね、流すんだ。全部流せよ。全部言ってることを、ね、ちゃんと伝えないと。だから、市民としては分かんないですからね、こっちとしては。テレビで、そこだけ切り取られて、悪い部分だけ切り取られてさ、で、報道されたら、確かに、市長が悪いっていう話になっちゃうんですよ。でも、それは違うだろうと。全文をね、載せないと。載せなさいってことです。それで、この神戸新聞さんがですね、全文を記載した、新聞を出したと。自分で言っててなんだけど、本当に頭が悪すぎて口が回ってこないんだよ、で、その市長が今までその、マスコミに発表されてなかった部分を今読み上げますと。あと一件だけです。ここは人が死にました。角で女性が死んで、それがきっかけでこの事業は進んでいます。そんな中、ぜひご協力いただきたい。ほんまに何のためにやってる工事や、安全対策でしょう。あっこの角で人が巻き込まれて死んだんでしょう。だから拡張するんでしょう。担当者2人が行って、難しければ私が行きますけど、私が行って土下座でもしますわ。市民の安全のためやと腹立ってんのは、何を仕事してんねん。しんどいから、しんどい仕事やから尊い。相手がややこしいから美しいんですよ。後回しにしてどないすんねん。一番しんどい仕事からせえよ。市民の安全のためやないか。言いたいのはそれや。そのためにしんどい仕事するんや、役所は。って言ってるんです。確かに俺も関西に、まあ大阪に昔住んでたんで分かるんですけど、関西の人っていうのは結構、アホやとかって結構言うんですよね。アホやとか、まあね、普通にアホだとか、まあ、言うんですけどね。確かに東京の人とかって、まあ、俺、新潟も住んでたけど、そんなこと、まあ、言わないですよ。ただ、関西の人っていうのは、アホやって言うのは言うんですけど、基本的に、ほとんど、別にアホだと思ってないっていう。で、そんな、言葉の重みとしては、まるで軽いと。いうことなんですよ。で、アベマニュースも見たんですけど、小籔さんでしたっけ？あの方が多分関西人なんですけど、もう昔からね、ガキの時から母親にね、もうバカアホとか、普通に、言われて育ってきてるんで、なんか、風邪をね、引いてしまって、ガキの頃にね、風邪をひいてしまって、それを母親に、言ったら、アホ、お前が、腹出して寝とるからや、とか、何考えとんねん、とか、普通に言うんですよ。だから、そういうレベルなんです、これは。まあ、確かに東京の人からすると、アホやる、バカやったりとか言うのはおかしいという話になるんですけど、
でも、関西人も普通に言うんですよ、そういうの。ガキの頃からね。だから、その価値観の違いっていうか、まあ、言葉の、まあ、あやと言いますか、なんて言うんですかね。まあ、そういうことなんです。ちゃんとね、この方はね、市長のさんはね、安全のために、市民の安全のために、こういうことをね、まあ、叱責ですよ、いわゆる。職員をね、叱ってるわけですよ。それなのにね、マスゴミはね、ほんの一部のそのバカアホ、マヌケなどを言うたりして、部分だけを切り取って報道してる。それが腹立つんですよ。まあ今に始まったことじゃないですけど、マスコミっつうのは本当にクソみたいな。だからそっちの方がインパクトあるじゃないですか。インパクトが。ね、暴言吐いたりする場所だけ切り取って、インパクトがあるんで、こう拡散するんですよ、そういうの。だから、ね、あえてそういった部分だけを切り取って、まあ簡単に言うと問題にすると、世間の、ね、こんなやつがいるんだぞみたいな感じで、ニュースで報道して、まあ炎上だったりとかね、狙ってたりするんですよ、ああいう、ゴミみたいなやつらが。確かに言葉は悪いっていうのはあるけども、ぶっちゃけ関西だったらアホとか、ボケとか、普通に言うんで。そう考えると全くもって、そんなの日常茶飯事だった。いうことを小籔さんは言ってました。うん。だからね、そういった報道する、まあ、マスゴミの方は本当にね、ふざけんな。いうことです。確かに、まあ、普通にね、まあ、俺らそんなこと、まあ、アホだったりバカだったり言わないから、まあ、パッと見ね、すごい、市長が悪いわ、みたいな感じになってるじゃないですか。なるじゃないですか。それをなんか面白がってさ、そこだけ切り取ってさ、ね、炎上させてさ、で、マスコミは笑ってるんですよ。ほんとにクソ。普通のさ、一般人からしたらさ、ニュースがさ、そんな報道されたらさ、まあ、全文なんて分かるわけないでしょ。一部分が報道されたってことなんて誰も分からないんですよ。当たり前だけど。だってニュースが、ねえ、ニュースが、だって情報源の人なわけですからね。情報源。だからそんな分かるわけない。だからそれをいいことにさ、ね。まあ、受け狙いっていうんですかね。簡単に言うとね。それでもう、なんていうか、うん。まあ、自分、週刊誌とかにさ、載せたらさ、絶対さ、こう、なんか、まあ、見出しで、するみたいな。こう、バーンって、なんかすげえ、市長が暴言吐いたみたいな。で、やれば、で、うわ、なんだこれって問題になる。まあ、すごい、引きつけられるじゃないですか。普通の人だったら。だからね、この市長は本当にいい人ですよ。
市長が職務怠慢だとして激怒したのは、この所有者との交渉についてだった。その後、用地買収は完了、工事も進められていた。当時の、事業完成予定は、暴言のあった半年前だった。つまり、暴言のあった半年前にはもうすでに出来上がって、で、もう完成してる、もう幅がもう、道路の幅がもう広くなってる。っていう予想だったわけですよ。まあ、概算ですね。暴言のあったのが1年半前なんで、それからさらに半年前っていうと、つまり2年前にはもうこの、で、改修工事、幅を広くする工事はもう出来上がってるはずだったんですよ。それなのに、このクソみたいな、職員が、ね、ろくに仕事せずに、ね、まあ、税金だけ、こうね、もらって、何の仕事もせず、いたっていうことですね。だから本当に頭おかしいんですよ、この。こいつもおかしいんですよ、この職員も。頭おかしいんだぞ。だから市長はこう言ってます。そんなもん6年前から分かっていること、時間は戻らんけど、この間何しとったん？遊んでた。意味わからんけど。7年間何しとってん？ふざけんな。何もしてへんやねんか。7年間。2010年から何しとったん？ 7 年間。金の提示もせんと楽な商売じゃん、お前ら。アホちゃうから。すいませんと職員が言って。すまんで済むか。立ち退きさせてこい、お前ら。今日火つけてこい。燃やしてしまえ、ふざけんな。今から建物壊してこい。損害賠償個人で負え。安全対策でしょうが、早くせえよ。誰だ、この現場の責任者。担当はおります。課長が待機してます。職員がいい？で、市長が、上は意識もしてなかったんやな。分かって放置したわけじゃないでしょ。任せとっただけでしょ。何考えて仕事してんの？ごめんで済むか、こんなもん。7年間放置してたった1件残っても、どうする気やった？無理に決まっとやろ、そんなもん。お前が金詰め、お前ら一人ずつ1000万円出せ。すぐ出て行ってもらえ。アホちゃうか、そんなもん。ほんま許さんから辞表出しても許さんの。舐めやがって、早くやっとけば、とっくに終わってた話よ。どないすんねん、悠長な話して。たった一件にあと2年も3年もかけんのか。何をサボってんねん、7年も。自分のうち売れ。その金払え。現場で任せきりか。担当は何人いるの？で、職人が一人しかいません。で、市長が、とりあえずそいつに辞めてもらえ。辞表取ってこい。当たり前じゃ。7年分の給与払え。辞めたらええねん、そんなやつ。辞めるだけで済まんで。金出せ、金も。と言い、その後に職員が、担当は今は係長。この間、係長は3回変わった。で、市長が何やっとったんみんな。なんで値段の提示もせえへん。職員が、値段は概算を、年度末に提出している。で、市長が、概算なんか意味ない。手続きに乗らへんやん。で、職員が、市長申し訳ありませんが、予算は今年度で積んでいる。前年度は予算ついてないんで、概算しか。で、市長が、ついてないってどういうこと？で、職員が、他の、地権者の分取ってますから、丸ごと、全事業費は1年間ドーンと付けられた。で、市長は、見通し分かってたよ。ややこしいの後回しにして楽な商売しやがって。ずっと、座り込んで頭下げて1週間以内に取ってこい。お前ら全員で、通って取ってこい、ハンコ。お前ら自腹切ってハンコを押してもらえ。とにかくハンコ、ついてもらってこい。
とにかく今月中に頭下げて説得して半ついてもうてください。と言って、まあということですよ。まあいろいろかん、まあ問題はあるんですけど、最近他のにもあったんですけど、高校生とかね、高校教師か、教師がね、生徒を殴る動画が拡散されて、その、高校教師が、処分されました。で、挑発しまくった生徒側にも批判殺到、賛否両論になってます。教頭が、16歳の、男子高校生の、顔を殴るなど体罰を加えていたと。ただし、この、ね、殴られた側も、ね、暴行の、されるとも分かってて、で、こう隠れてスマホでこう録画してね、で、YouTube に投稿して。で、ツイッターで拡散した。で、生徒が教諭に、ツイッターで炎上させる。小さい脳みそでよく考える。などの暴言を浴びせた後、教諭が暴行する様子が収められていた。この生徒がピアスをつけて投稿したことがきっかけで口論となった際に、教諭が、生徒の、顔を、拳で殴り、腕を掴んで引きずるなどの暴行を加えた。で、生徒は打撲や口の中を切る怪我をした。で、最近はまあ当たり前のようにね、パワハラだったり、まあセクハラだったり、なんかあるじゃないですか、そういったの。で、ただでさえほら、ね、暴行とかもダメとか、ね、言われてる世の中で、まあ、そういうことして、動画で、まあ、拡散されてしまった。でも、まあ、確かに、殴ったのは悪いっていうのはわかるんですけど、ただそれをね、もうあらかじめもう予測していてね、で、罵声浴びせてさ、その教諭にさ、罵声浴びせてさ、で、殴らせたみたいなことですよね。もう完全にもう、どうせな、これ、こいつに暴言吐いたら絶対殴るだろうな、みたいな。感じでもう待ち伏せしてるわけです。これおかしいんじゃないのって話。生徒にも問題があるだろうって話。っていうことです。うん、まあ、確かに、暴力は犯罪なんですけど、ね、まあ、だからどっちを言うかって話だよね。どっちをこう、どっちに責任があるかなって。うん。まあ話ですね。ただでさえ、先生はね、最近っていうあれもない、あれでもないんですけども、だいぶ昔から、ね、モンスターペアレンツみたいな、まあクソみたいな親が、まあいまして、ね、なんか、で、私の生徒に、私の子にさ、まあ、手あげたって言ってさ、なんか、ね、賠償請求だったりしたりするでしょ。まあ確かに100歩譲って、確かに、あれですよね。まあ殴ったのは仕方ない。それは悪いの。確かにそうなんですよ。ただ暴言吐いて、ね、まあ、教諭も、あれですから、結局、人間なわけですからね。
当然。怒るときは怒りますよ、それは。罵声浴びせられたら怒りますよ、まあ、という話です。まあ、これに似てるのが、電車で痴漢にあったっつって、冤罪被害とかね。もう何にもしない人間に、あ、この人、痴漢ですって言って、まあ、冤罪で、させたりとか、まあ、賠償金払ったりとか、払わせたりとか、するじゃないですか。で、何もしてねえのにね、ねえ、そういった冤罪被害とかさ、まあ、あるわけじゃないですか。もうだから、賢いっていうか、クソみたいな人間、女はいるわけですよ。あんた痴漢したから、これ警察に言ったら大問題になるから、で、20万円よこせだとか、まあ、恐喝みたいなね、ことするやつもいますか、うん、まあ、そういった問題と非常に似てはいます。まあ、ハニートラップみたいなもんですよね、こういうの。なんだっけ。ハニートラップ。なんて言うんだっけ、あれ。あ、つつもたせね。つつもたせみたいな感じですね、結局。2000年でもさ、まあ、結局暴言吐いたりしたのもすでにあれじゃん。暴言ってのはやがりね、名誉毀損だったりするからね。だから言葉の暴力っていうのもあるわけですよ、当然。で、未成年だからって何やってもいい話じゃねえんですよ。まあ、っていう話ですね。だから、まあ、これの場合でいくと、もう、まあ、確かに悪い。どっちも悪いみたいな感じ。まあ、どっちも悪いんだけど、やっぱり、まあ、暴力振るった人間の方が悪いっていうことにはなりますけど。まあ、それにしたって、ね、情状酌量の余地はあるでしょ。まあ、少年だからっつって、ね、罵声浴びせていいっていう法律はないですからね。まあ、未成年でもやっぱり、しっかり、ね、もうだから成人の20歳ではなくて18歳にするとか、まあ、まあ、そういった法律がね、まあ、可決されつつ、もうされたんだっけ？だから、成人のね、まあ今まで20歳が成人だったけど、18に、ね、
減らすっていうか、それも非常にいいと思います。まあ、ぶっちゃけて言うと、高校1年生以上、もう高校1年生になったらもう大人でもいいと思うよ。だってさ、15歳、16歳ぐらいでしょ？ 15 歳ぐらいか。高校1年生。もう高校1年にもなったらさ、別に悪くないなんて判断つくでしょ。バカじゃあるまいし。なあ。ねえ、そういうさ、まあ人傷つけちゃいけないとかさ、いじめ問題とかもありますけど、当然悪いと思ってやってるわけでしょ。いや、悪いと気づかなかったなんて、バカでしょ、多分。それこそあれでしょ。ADHD がなんか、頭おかしいんですよ、とりあえず。俺だったらもう、15歳以上はもう全員成人にするわ。でも当然、少年法も、ね、15歳以上だったらもう適用外にして、誰か人殺したりしたらもう当然のこと死刑だったりとか、させるべきなんですよ。まだまだ甘いな、18歳。18歳じゃ甘いわ。もう、高校にもなれば、もう高校生にもなればさ、善悪判断つかないやつはもう、いないっつ。いや、いたらいたで、それはあれなんですけど、ただそいつがバカなんだけで、いたとしたら。そいつが、多分頭おかしいだけで。なあ。頭おかしいだけだと思うぞ、それは。まあ、親の教育がなってとか。まあ、そういうことっしょ。そうだと思いますよ、僕は。日本はちょっと甘すぎるな。日本はね、そういったね、少年法とかね、甘すぎるんですよ。マジ。他になんか気になったニュース。バット。あ、これ面白い。面白いって言っちゃあれだけど。国語の授業で忘れ物しただけで忘れ物しませんと1万字書かせる、指導されたんだけど。今日妹が、国語のワークを忘れただけでこれをさせられた。忘れ物しませんという、文字を1万字書かされたらしいです。確実に意味ないな。昔ね、俺が小学生の時に、まあ、誰だって忘れ物するじゃないですか。でね、これ多分今行ったら確実にね、警察沙汰になるんだけど、俺が小学1年生から3年生の時に、忘れ物をして、で、忘れ物をするとですね、俺のその、教師が、おばあちゃんだったんですけど、50歳ぐらいのおばあちゃんだったんですけど、その人に、キスをさせられるという、地獄のような、
ものがありましたね。あれでもうね、その先生はね、ブッチュ大統領って言われてましたね。あれは今思い出しても本当にすげえなと思った。しかもね、そのね、おばちゃんの先生はですね、もう忘れた人をずらーって並べて、で、その順番にもう、起訴されるという、ブチューって。で、3回ぐらいブチューした後に、わざわざ口紅を塗り直して、またこう、ブワーってチューするっていう、鬼畜な教師がいましたね。とんでもない、今思うととんでもないけど、まあでも、まあ、割かし、あれだよね。その体罰とかに比べると、まあ、割かし、まあ、愛は感じるんだけど。いや、されるのは当然嫌なんですけど。まあ、でも割かし、そこまで先生を、まあ、みんなあれだよね。もう笑ってましたからね。うん。今日忘れ物した人っていう、で、言って、前に来なさいっていう。って言われて、で順番通りにキスをされるって、で生徒はもうみんな笑ってましたからね。で俺らもこう苦笑いして、しながらこうね、ああいったなんて言いますか、今やったら当然あれなアウトなんだけど、昔はわりかしそのなあ寛容だったよな。寛容なのがいいか悪いか別としても、まあ確かに体罰で殴ったりするとか当然あれなんですけど、その微妙なあたりね、キスをされるっていう、おばあちゃん先生にキスをされるっていう微妙な、確かに教師の愛を感じるというのも、まあ、考えられなくもない。まあ、そういうことありました、本当に。でも、やっぱみんな笑ってたもんね。わりかしその、ブッチュ大統領さんは、わりかし好かれてたからね。生徒には、ね。まあそういったことを今したら当然アウトなんですけど、昔は寛容だった。まああとあれっすよね、ブルマとかね、当時の小学生はもうみんなブルマ履いてて、で今のね子にこんなの昔履いてたんだよって言うと、こんなん超恥ずかしいじゃんって。ね。セクハラだよって。言うじゃん。でも昔はね、割と普通だったっす。割と普通だった。俺はガキの頃、小学生の時は普通にみんな、特に文句も言わずに普通に履いとったもんな。女の子。さらに関係ないというか話になるけど、わりかしその下着を履くっていうか、ブラジャーとかさ、あとパンツとか、まあ、履いたりするのが始まったのがわりかし100年前かそんぐらいだったんですよね。それまで女性は、まあ、女性だ男性もかもわからんけど、パンツとか履いてなかったんですよ。これトリビアなんですよ。トリビア。で、とある、事件が発生してから、パンツをみんな履くようになった。これがですね、その事件が何だかっていうと、スーパーデパートとかでですね、火事が起きて、火災が起きたんですよ。で、上の人とかが、窓からこう助けをね、求めて、で、
消防士の人が、まあ、はしごでその救出するっていう、時があってですね。で、それで救出したその女性の、まあ、スカートがこうパラッとめくれて、で普通にまあ、もろ出しだったんですよ。もろ出し。それで、みんながね、それを、そのニュースとかで、出るじゃないですか。お尻とかが。それでみんなその恥ずかしいっていう。そういう事件があって、下着がね、みんな、履くようになったっていう。これ確かトリビアの泉であった気がするんだよな。確かね、トリビアの泉であったんですよ。履くようになった。そうですね。確かね、あったんですよ。1932年ですね。わりかし最近だと。まだ100年以内に。100年以内ですよ。1932年だぞ。白木屋デパート火災ですね。うん、って書いてあります。だからまあ100年経ってねえんですよ。90年前ぐらいは普通に女性はパンツ履いてなかったんですよ。マジで。あ、そうそうそう、これでね、一つ言い忘れた。結局その風とかでそのあられもない姿になっている女性がね、恥ずかしいからか、恥ずかしいからか、こう、スカートを、こう、なんていうか、押さえる。押さえて、その、結局捕まっていた手を、こう、片方離さなきゃいけないわけです。スカートを押さえる手をね、使わなきゃいけない。それで、落下する事故があって、その火災でね、助けてもらってる時に、まあ、恥ずかしいからつって片手で、ね、スカートをやったことによって、その、片手で、ね、その、掴んでいた手が滑って、落下するという事故が、まあ、あった。そう、ロープから手を離して、飛び降りた。チブを見せられるくらいならいっそ。と、ロープから手を離し飛び降りた。恥をさらすよりは死ぬという思いだったのでしょう。しかし、下着のために命を落としてしまっては元も子もない。ということで、日本は、女性は下着を着用しましょう。ということになった。で、1923年の、関東大震災の、時もですね、亡くなった、日本女性の多くが、下着を着用しておらず、やはり、あられもない姿で発見されました。だからそれをニュースとかで見て、やっぱり、うわーって、自分だったら嫌だなって思うようになって、それで下着を、まあ、履くようになった。感動すごいですよね、確かに。改めてちょっと、知ったけど、パンツを履くようになってからって、まだ100年も経ってないんだもんな。だから普通にみんな着物を着てて、着物のその、中は結局パンツ履いてなかった。まあ、男が履いてたかどうかはわかんないですけど。ねえ。着物女性の、足をむき出しのあられもない姿で、真下には、やじ馬が大量にいた。
野獣馬が大量にいて、まあ、当然普通に見られてたってことですね。うん。まあそれで、まあ恥ずかしいということで、下着を履くようになったと。今はだって普通にパンツ見られただけで当然恥ずかしいっていう女性、まあほぼ 100% まあだとは思いますけどね。なんかあれだよね、男とまるで違うよね。だって男はさ、別にさ、チンコ見られても大して恥ずかしくもねえぜ。俺がね、1年前か2年前ぐらいに銭湯に行ったんですけど、近くので、素っ裸のまんまその男湯にね、入ったんですけど、女性のね従業員がいて、なんかやってるんですよ。多分掃除かなんか、掃除なのか何なのか分かんない。若い20歳ぐらいの女性がいたんで、普通にタオルで隠さずにこう、そのままこう見せながら、堂々と歩いてたらどんな反応するかなと思って、見せながら行ったんですけど、何の反応もなくて、あれですね。ちょっと残念だわね。だから女性、は男性のね、男湯に入れるのに、なぜか女性、女湯には男性は入れない。まあそれもちょっとおかしな話ですよね。最近話題になったのが、ガキっていうの言い方もあるけど、6歳ぐらいの男の子が、その親にね、連れられて、女湯に入って、で、すごい、その、6歳の男の子がすごい、ガン見してくるっていうので、まあ、その女性がすごい恥ずかしい。男、6歳でもね、性欲はあるんだって、いうことですごい、嫌悪感をね、あらわにしてました。まあ、逆に、言うと、まあ男湯にもほら、小さい女の子が入ってるじゃないのか。ねえ。だからなんでその、男だけがすごい責められるのかなって、腹立ちますよね。なぜかその女性だけ、ね、当然男にもさ、その女に見られて恥ずかしいと思う人も当然いるわけでしょ。それもしかも二十歳の従業員がさ、普通にいんのよ。おかしいでしょ。逆だったらしか、完全犯罪とかで言われるくせにさ、多分おかしいんだって、とりあえず。ああいうの。確実にさ、女尊男卑だよね。まあ、6歳の男の子が、まあ、性欲があるかどうかはちょっとわかんないですけど。まあ、でも、はい、まあ、早ければそれぐらい人いるんじゃないかな。まあ、法律上は、6歳ぐらい、何歳までだったかな。特に銭湯に、ね、女湯に入っても、特に多分6歳ぐらいだったらおそらく大丈夫なんですよ。まあ、それなのになんか、男だけ毛嫌いされてさ、ね、痴漢だなのさ、変態だなの、
セクハラだの言ってくるでしょ。頭おかしいんちゃうか、あいつら。マジに。いや、確かに女の子がさ、男湯にさ、6歳ぐらいの女の子がさ、入ってる時あるけど、ああいう女の子だってさ、俺のチンコのことさ、じーっとガン見してたら来るぜ。まあ俺何にも思わねえけど、ガキには興奮しねえからどうでもいいんだけど、まあ最近そういったガキに欲情する人間がいるから、まあ問題にはなってましたけどね。まあ、ね、児童のポルノがどうたらこうたら、児童ポルノがうんちゃらかんちゃらってあるけど、でも実際そういう人いますからね。女の子でもずっとじっと見てくるやついるぞ。まあ俺だから別にいいんだろうけど。俺は別に見られても、そのガキに見られても、1ミリも、恥ずかしいとは思わへんけど。当然思う人間だっているはずなの。とかしいよ。マジで。まあ、でも逆にあれだよね。お父さんと一緒に、20歳ぐらいの女の子が、お父さんと一緒に風呂入ってる人いますか？うん。まあ、ああいう人も多分いるんでしょうね。家族でみんなでなんかお風呂入ったりするんだって。っていう人いるみたいです。まあ、うん、まあ、家族だからつって割り切って、まあ何も恥ずかしいってことはないんでしょう。普通にね、お父さんと娘で一緒にもう成人とかしてるのに、まあ一緒に入ってたりっていうのは、人も結構いるみたいですからね。うん、まあ、まあ家族だから多分別に浴場はしないんでしょうね。まあ、俺は、姉とか妹はいないんで、全員男兄弟なんで、まあ、ちょっとわかんないんですけど、確かに、妹とかが、まあ、姉かな。妹だったら姉が普通に裸で、そこら辺、リビングを、カッポしてる姿見たことは、まあ、ないんで、でも普通にそういう人はいるらしいです。姉が普通にさ、裸でさ、リビング歩いてて、すげえ、不快なんだけど、いう、男の人いますか？ちゃんと隠せや。だからそういう人は結局その姉とか妹にはおそらく浴場はしないんですよ。うん、まあ、基本的にはしないんですよ。あれなんでかっていうと、前言ったか。近親相関が、近親相関っていうのはあるじゃないですか。あれっていうのは人類は基本的にその精神相関をしないようにできてるみたいですね。近親相関ね。近親相関。近親相関をすると、血がね、濃くなりすぎて、障害児とかが生まれてくる確率が非常に高くなるんですよね。だから、神様が、神様のおかげなのか、人間はそもそも、近親相関をしないように、父親とか母親には一切、まあ、浴場しないっていうか、そういうふうに、プログラミングされてるってことね。それを聞いたときはすげえなと思った、神様がいるとしたらすげえなと思ったよ、そういうさ、近親相関をしていくと、その、障害児が生まれるっていう、ことを、本能でもう察知して、しないようにできてる。
すごいですよね。人類の人間ってすげえな。人間ってすごいよね。これは本当に、神様いてもおかしくないのか、まあ、まあ基本的に神様は信じないですけど、でもその話だけは本当に確かに信憑性というか、すげえよなって思いますよね。ということで、まあ、もうこれ、もうなんか1時間以上の話でね。俺、基本的には話すの苦手なんで、何かこう、ないと喋れないんですよ。だから基本的に喋るときって、酒飲んだりして、気持ちを高揚させないと、その喋らないんで。まあ、今後もね、まあこういった雑談話っていうのが、まあ主にニュースとかの話題とか、まあ自分がちょっとおかしいなと思う ところとかニュースとかね、まあさっきみたいにまとめブログとかなんか見ながら、ね、酒を飲まずに、まあ雑談っていうのも、まあ今後もね、またやるかもしれないですね。まあ、ということで、いやー話したな、1時間20分。ということでね、皆さん、長々とお付き合いくださいまして、ありがとうございました。バイビー。